油津駅は宮崎県日南市岩崎にある九州旅客鉄道日南線の駅である。宮崎、渋市方面からの一部列車は当駅で折り返すが、日中を中心に双方向の列車に接続している。開業当時の油津駅赤く塗り替えられる前の油津駅、島式ホーム一面2線を有する地上駅。駅舎とホームは校内踏切で連絡している。 校内は広く、かつては側線があったので、ホームと駅舎の間は少し離れている。1937年の開業当時からの駅舎が使用されている。元は白を基調とした駅舎であったが、日南市が長きにわたり広島東洋カープのキャンプ地であることから、地元のカーアップファンの提案により、2018年2月より駅舎を赤く塗り替え、カープ、 油津駅の愛称が付けられることになった。日南線内で最後まで直営駅として駅員が配置されていたが、2004年4月1日をもって無人化された。しかし無人化に危機感を抱いた日南市は、市の外郭団体である日南市観光協会を市役所内から油津駅車内に移転させて観光案内所を開設、同時に出発業務を受託し、簡易委託駅となった。 直営駅時代は、ポス端末が設置されていたが撤去され、簡易委託駅となってからは、料金式の何件を手売りしている。なお以前は、列車到着時に、独特の駅名放送があった。夜間大白設定駅となっている。2015年度の1日平均乗車人員は148人で、ある。近年の1日平均乗車人員は、以下の通り、駅周辺には、 油津の市街地が広がっている。各種銀行なども揃っている。かつては JR 九州バスが都城駅まで運転していた路線バスは宮崎交通の油津駅前バスセンターに発着する。ありがとうございます。